なんだっけ、腕輪ゴム腕輪ラバーバンド、これなんていうの、ラバーラバーバンドです。ラバーバンド、ラバーバンド、ラバーバンド、なんかすげえ言いたくなるね。流星涼ラバーバンド、いいね、なんか言いたくなるね。流星涼ラバーバンド、それは公演ごとに色が違うんで。へえー、そうなんだ。全何公演あるんですか、つもり。全、7公演。7公演もするんだ。7公演やるの、すごい。7ですね。すごいね。え、だってこれ、うん、もうすごいですよ。え、1日何公演するんですか。え、何、どういうこと。7公演の時と1の時。そうですね、まあ、大阪でもやるので。なるほど、大阪でやるのは12月25日、26日、堂島リバーフォーラム、はい、東京が12月29日から30日、29、30の2日間、豊洲のピット、うん、もうまさにライブハウスですよ。でかいライブハウスでやる。はい、ね、こちらがあるさらにですね、まあ後からまた言いますけど、明音スタイルスーパーライブ2015のアメスタの特番がまたやるんですって。おー、ね、また寒いね、みんなね。でも来るんでしょ。来るんだよね。俺の話聞いてる。すげー喋ってっけどね、あのこちらアメスタの特番ね、12月17日、木曜日ね、20時から夜の8時ですね、うん、さてこの番組内で特典付きの予約 URL っていうのを発表する。何ですか、なんか面音のチケットを何する、を買ってもらった、はい、その、うん、その放送で買ってもらった人にはこの、うん、なんていうんですか、これ、まあ、ブロマイドか、ポストカード、ポストカードか、ね、このままの流れで顔ナンプいってみようかな、スッつって。いやいやいや、すげえイケメン、何これ。あ、いいね、いい、あ、そういう顔するね、いいね、キャラを通してる、キャラを通してる、面白いねえ、どうします。どうしたの、急に、面白い、ちょっと落ち着こうかな。なんか急におとなしくなったの、どうしたのかなと思ったら、ちょっとあの、はしゃぎすぎた。ちょっと、疲れちゃった。俺、これ1時間やってるんですから、これちょっと疲れますよ。ね、まあまあ、こう見てもスタミナはあるんですよ。ね、こういうふうな、ね、ポストカードが、はい、これちょっともらっとこうかな。こちらが、はい、ね、ある、こういう、あ、はい、いいね、こういうことだ。あー。これ お好みの人、周平がいますよ、周平。周平、やめとけ。いるいるいる。さしすせそ、周平。いいね。いいですよね。さしすせそ、周平。ねえ、みんないいな。9人もいらっしゃるならね。これ、9人イケメンがいるよ、これ。どうする、誰かしら好きな人いるって感じですよね。いるよ、誰かしら、ね、これだけこう違うね、感じの種類の顔がいるんで、うん、タイプも違うんで、みんな性格も違うんですか。やっぱ全然違う。違うと思いますね。この中で一番うるさいのは誰ですか、この名音の中で。まあ楽屋でうるせえよってやついないですか。先週来た仁義じゃないですかね、入江くん。仁義、うるさかったですか。あの人はもうずっとうるさいです、確かに。ただ分かんないけど、先週なんか分かんないけど、いろいろこういう風にいじられてちょっとへこんでましたね、お前。そうだ、傷つきやすいですね、うん、あの子純粋な感じですからね。 100% で言って 100% ぶつかるっていう。ぶつかって弾けて落ちてるっていう。傷つくって。すごいね。そっか、いいね、いいね。どうする、一つの部屋にさ、たまたま今日あれ、もう電車上がっちゃったっつって、ちょっと止まんなきゃいけない、全員ちょっと雑魚寝しようぜって、これ9人いんの。うおー、乙女ゲームだ。すごい、誰を攻略できるんだろうっていう。誰のお隣で寝たいですか。そんなこと言わないでください。見せると、ほらこのね、関西もアイドルだから、うん、あの見えないようにやってみ、見えないように、うん、え、見えないように、見えないように、これ見えないように、分かるように、見えないように。あ、なるほどね。あっちには見えないように、皆さんにか、うんうん、どうして、みんな綺麗、いいとか関係なく、もうあくまでもあのアニメのキャラとして。そうそうそう、あー、わかんない、どうしたらいいんだろう、この人。あもうこうだって、こうだって、こうだって。え、この中います、この中います、ね、なんでそんな笑うの。ほらほらほら、こういうこと、こういうこと。なんでそんな笑うの。え、なんでそんな笑うの。これ言うと、かなちゃんのね、毛出しのね、そういう方向性もありますからね、あまり言いませんけど。他に誰がいるね。はい、まあまあまあ、笑われた、まね、俺が女だったら誰ですか、誰と手つなごっかな。女だったらあえて引っ張ってこうとかね。なんで俺隠してるの。隠すですよね、俺別に。まあそうですね、引っ張り系ですね。さあね、この中でこちらの、ね、イケメン4人をお迎えしてトークテーマいきたいと思います。トークテーマ、3つ4つか
4つございます。こちらボン。はい、1マネージャーからの暴露話に他人に理解してもらえない癖。3私悩んでます。4仲良しシンクロチェックというわけでございます。1,2,3,4。さあ皆さん、はい、コメント、どれかな。これちなみにお客さんが決めるんだ。そうそう、今ねこうやってコメント、1111 1111 4444 4と1が多いですね。やっぱ4と1、うん、4、はい、どうで。このマネはあまり聞いたことないんで、アナゴさん、あんなできますよね。え、できますよね。せっかくだからちょっと、あの、あ、そういう感じだ。きちんとやりましょう。きちんとやりましょうか。なんか笑い、あっち側でマネージャーさんたちが大笑いしてますよね。今聞きました。声がやる前に大笑い。アナゴさんのマネ、じゃあやり終わったらマネージャーの暴露話もしよう。やりましょう。じゃあですね、あの2番のカメラで僕こうやってやりますんで、じゃあ、サザエさんのアナゴさんのマネって、俺がバレッバレッペッペッってビューンって上に上がるんで、はい、そこで一言ですけどいいですか。もちろんです。ストーンと下がりますんで、はい、じゃあ参りましょうね。永瀬くんのこれですね。サザエさん、アナゴさんのマネ、バレッバレッペッペッポン。福田くん、ブブンデンステン。面白い。普通に面白いです。普通のやつですよね。福田くん、あ、そうだ。あ、こんな感じだ。ねえ、マネージャーさんたちがモノマネやったら笑わない。どういうことなんですかね。今笑う時なのに、モノマネやったらピタッと笑わないっていうですね。すごい。モノマネできる人いるんですか。主役とかうまそうだな。これは。なんかあるでしょ。いや、流星。絶対。いや流星のマネはよくない。何やってるの。いや、具体的には何だろうな。何やってるの。具体的に。何だったっけ。ドラえもんとかじゃ。やってるよ、ね。ドラえもんって、あの、昔の今の昔の。どっちもできると思う。どっちも。それすごいよ。流星くん。勝負する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 よ。だから昔のドラえもん、今のドラえもんっていう風に企画で行くんで、で、これがボン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 で行くんで、さあやってみよう。さあ、これが今のをやるんですか。あの、まず昔からいきます。昔の。さあ、流星亮のモノマネでございます。流星亮ショー。参りましょう。まずは昔のドラえもん、ペレペレペペプン。目を閉じてドラえもん。ペレペレ。さあ続いては今のドラえもん、ペレペレペペプン。僕ドラえもんです。デレ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 プン。勇気。勇気。大丈夫よ。ここまで行きましたね。せっかくだからね。涼介もなんかやろっか。ねえ、なんかこのモノマネなんかある？そう自分でやろう。これで。映画逃れてるよ。高校の日本史の先生。なんだよね。さあ、それでは参りましょう。高校の日本史の先生のモノマネ参りましょう。ベレッベレッペ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 ン。喋ってる時喋んないで。いそう、いそう、いそう。よ。ね。見たことないけど似てますよ。似てるかも。さあやってまいりました、上杉周平。さあ上杉君何やる。あ、じゃあルパン三世。ルパン三世、もう真似してるという。さあそれでは参りましょう。ルパン三世の真似参りましょう。ベレッベレッペッペッポン。あー、俺の名前ルパン三世。ベレッベレッ。ちゃんと下げて。終わりにならないと、終わりにならないと終わんないから。本当に自信あるからね。自信ある、うん、だとしたら今日をもって自信をなくしてさ、ゲストもなくなりましたよ。だってあの、じゃあモノマネします。ルパン三世って最初真似しましたからね。いいですね、こういう目を持った皆さんが。そのね、急に集まって楽しいライブをする。どうですか、これは楽しいでしょ、いろんなパターンもあってね、皆さんの選択というか、ね、ということは普段塾やってるわけで、はい、またイケメンというのいろいろ勉強になるじゃないですか。いや、もう勉強したいです。なんかセリフとかもね、言ってもらいたい、もっと、ね、ほら、普段ほら、いわゆる男装ユニットやってますから、普段塾。へー、まあ、うわ、キャーキャー言われてますから。この超人気あるね、普段塾っていう。さあそんなわけで、こちらの4人、まあ、この後スマホライブ放送があるというわけでございまして、10時15分から、個人4人でやる。 お得。それはもう今日俺の方だ、誰も見に来ねえ。俺は5人ぐらいに見せるわ、うん、じゃあ誰か見に行って、その中で言えるか言えないか分かって、音声カツアゲのコーナー、この本番では言えない暴露話があるんですけど、今日は誰が喋ってもらえるんですか。流星じゃない、そういう話が言えるの。流星くん、ちなみに、あの、分かんないように何系の話です。芸能界では、いいね、芸能界話。芸能界参りましょう。音声やってしまった話です。やってしまった話、いいね。
浮かんだ音声活上げスタート。なんか分かったけど、万歳ねえねえ、なるほどなるほど。これでもね、詳しくは言いませんけど、まあでも、うん、スマホライブで言えそうじゃないですか。言えそうです、ね、あったかい感じ、ね、あったかい、あったかいけど、本人からするととてつもなく焦った話ですよね。想像するとね、とてつもなく焦る。いやもう、いやめちゃくちゃ焦りましたよ。これは焦りますよ、うん、しかもきっとこのトーンじゃないんですよ、その時は、うん、もっと言ってるわけですよ、うん、ね、これスマホライブ放送、ぜひとも皆さんね、何だったのってこう聞いてみてください、うん、というわけでございまして、じゃあ改めて改めてもう一度、じゃあね、皆さんの口から告知をじゃあしていただきましょう。じゃあ個人個人の告知もあるんですよね。あ、はい、先にじゃあ名誉に行きましょうか。じゃあ名誉の告知をじゃあまずお願いしたいと思います。はい、じゃあ、はい、行きますか。はい、俺、うん、メオンスタイルなんかなかったっけ、ないよね。メオンスタイルあ、これか。メオンスタイルスーパーライブ、何と喋ってんのかな。あ、ちょっとごめんなさいね。メオンスタイルスーパーライブ2015、はい、うん、今回は9人で、先ほども伝えたんですけど、はいはいはい、歌中心で盛り上げますんで、うん、大阪が12月25と26日、うん、道島リバーフォーラム、東京が12月29日30日東洋スピードで、この9人でやりますんで、はい、ぜひ来てください。はい、ネクス行きました。ネクスね、ネクスありますか。ない。さらに来週12月17日、ね、20時からこのメオンスタイル特番をやります。さらに個人個人お知らせがあると思います。じゃあ行ってください。じゃあまずどうしようかな、誰か。じゃあ流星君行きましょうか。はい、はい、うん、12月12日から映画オレンジが、はい、公開されます。うん、ぜひともこの映画で仲間とか、絆っていうものの大事さを改めて、見て感じて再確認してもらえたらなと思います。ね、もしも10年後の自分から手紙が届いたらあなたはどうしますか。どうします。びっくりします。いやまずはびっくりします。どういうこと、いたずらか。宛先を確かめますね、うん、とね。じゃあ続いて、はい、僕は今放送中のハイアンドローっていう、あの番組で、あれだ、LDH がやってる、はい、あれで今全然あの髪切っちゃになるんですけど、ロン毛で、あ、悪いた、はい、あ、本当だ、そうです。それで、そうか、はい、ま、来週も結構見せ場があると思うんで。悪いやつなのね、あとのね、はい、そうですね、はいはい、あとは、うん、あのメオンでもなんですけど、メオンで売り始めなんですけど、はいはい、来年の4月始まりのカレンダーが、はいはい、カレンダーなの、それカレンダーです。 CD じゃないのこれ。中にカレンダーが12枚あるんで、うん、で、会場で予約、会場で買ってくれた方には、これ4月始まりなんですけど、うんうんうん、あ、一緒ですね、一緒の人です。今若干写真だと顔が薄く見えるかなって感じ。ワン、ツー、スリー、同じ顔しますね、はい、確かにそうなんですけど、ね、はいはいはい、はい、そう、1月から3月までの分も、あの会場では、本当綺麗な顔してる。会場では、売るので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。なるほど。それは去年のやつが入ってますね。あ、ね、中身はまだ。あ、そうなんですね。はい、はい、分かりました。ごめんなさいね、やっちゃいました。さあ、じゃあ続いて。はい、はい、僕は、来年の1月20日に、うん、ファーストカレンダーを出すことになりまして。またこんな感じの。僕はもうちょい、あ、でかいやつ。はい、でかいやつを出すんですけど、うん、僕の隣にいる彼女っていうコンセプトで作ってるので、なんか彼女目線で楽しめるカレンダーになってるんじゃないかなと。あら、一緒にお風呂入ったりとか、なんかそんな感じの、彼女目線のカレンダーだよ。あと、もう一個あるんですけど、何なんですか。12日土曜日から仮面ライダーの映画が、あ、はい、一緒じゃん。そう、12日、12日、あ、同士なんですけど。あ、ちゃんと被ってるんですね。ちゃんと被ってるんですよ。ってことは、昼夜でいいんでしょうね。うん、午前午後行けばいいでしょう。教えていただいて、うん、なるほど。で、まあ、本編の方も、うん、毎週日曜朝8時から放送中ですので、はい、ぜひ見てください、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、しゅうくんは、うん、ちょっと具体的に言えるものは今なくて、はいはい、来年でもちょっといろいろ動いているので、なるほど、まだちょっと言えないんですけど、
映画とかいろいろやらせていただくので、またちょっと動向にももし気になったらチェックしていただけるとありがたいなと。ね、これまたスマホライブ放送の方でまた言える範囲でね、言える範囲で、なんか言える範囲で何みたいな。映画ですよ。あ、言っちゃダメだったりするんで、あのまたいろいろ言えるのは怖い、怖い、今ドキッとしたよ、ね、そうで、まあとでもこれになんて映画それが言えなかったよ。いろいろいくつか動かせていただいて、これ勢いに言っちゃうと後々すっげえ怒られる感じですね。